秋葉原ディアステージは株式会社萌えジャパンが運営するライブイベントスペース及びバー。2007年当時24歳だった福島舞子は本業として出版社に勤務しつつ週末だけでも秋葉原で働きたいと考え様々な店に顔を出しておりその過程で一緒にメイド喫茶で働こうと格索していたうさぎの並平から声をかけられ吉川砂を 古川みりん、黒崎マインなどのディアステージの立ち上げメンバーと出会った。このメンバーはメイド喫茶などの飲食店で働いていた従業員やその客など福島を含めて10名足らずで2007年に入り警察の取り締まりが強化され路上でのパフォーマンスがしにくくなってきたことを理由に歩行者天国のある週末だけでなく毎日路上のように お祭りができる店をオープンさせたいという計画を持っていた。その話を聞いた福島は店舗の立ち上げに後から参加しており、当初は本業があったためメンバーの中核ではなかったという。2007年の夏にメンバーが集結し、秋には会社を設立。資金を300万円用意し、東京都台東区秋葉原のビルの地下にあったレゲエ専門のクラブを 営業時間外に曲がりする形で出展することとなった。そして立ち上げメンバーが周囲に声をかけ、メイド喫茶の従業員などさらに10名弱の女性が集結。後に設立当初より社長を務めていたメンバーが退職してしまったため、福島が本業として務めていた出版社を退職して、萌えジャパンの社長に就任することとなった。 2007年12月1日にディアステージはオープンしたが初日から行列ができていたという。これは店の噂を聞きつけて来店した客のほかに立ち上げメンバーがかつての常連客や仲間を一斉に連れてきてくれたことが大きいとしているほか、事前に従業員がコスプレをしながら配布した開店告知のチラシ千枚は1時間経たないうちに亡くなってしまったという。 福島はディアステージが開店当初から人気だった理由としてお客さんたちはアイドルのライブを渇望していた。店内で時間を決めて本格的にライブをする店はディアステージ以外にほとんどなかったドリンク代のみでライブを見てその女の子と会話までできるので通常のライブハウスでのアイドルイベントと比べてお得感があったお客さん同士でも交流ができる居場所を作った点などを挙げている。 当時のディアステージは、メイド喫茶と違って、接客のルールが厳格には決められておらず、客が店舗の運営についてアドバイスすることがあったり、時には料理を運んだり皿洗いを手伝ったりすることさえあったという。これにより、自分たちが店を支えている、みんなで店を作り上げていく、自分たちの店という意識を芽生えさせ、店舗に対する意識を近づかせることができたとしている。 また、アイドルのステージを見ながらお酒を飲むというコンセプトになったのは立ち上げメンバーに元バーテンダーの女性がいたためであるほか、元一流ホテルのシェフをしていた男性もおり、ディアステージの料理は非常に美味しいと評判であったという。福島はディアステージで働いている従業員には自分の夢を叶える場所として考えてもらっていると述べており、 その夢をお客さんに応援してもらうのがこの店のシステムであるとしている。また、当時から明確にプロダクションとレーベルをやりたいという目標を持っていたという。来店する客数も増え次第に開店当初の店舗では裁ききれなくなったため、2008年9月9日、千代田区外神田に新店舗を開店した。その際に初めてディアステージ内部を組織化する必要に迫られ、 福島はこれをディアステージが直面した最初の壁であったと10回している。当初は旧店舗と新店舗を並行して営業していたほか、電波ビルは3フロアあるため女性従業員も3倍に増え、旧店舗では営業時間や就業後の会議などについて感覚的に物事を進めていたのもままならない状況となり、立ち上げメンバーは徐々に抜けていってしまったという。 ただし、抜けたメンバーも後にディアステージへ来店するなどの交流は続いている。移転当初は規模が大きくなった分利益を出すのが大変だったと10回している。当初は3フロアでコンセプトを分けて営業しており、1階を電波系ソングをイメージしたライブスペース、2階を学校をコンセプトにした居酒屋、3階をダンスオーバーとしていたが、新規の客を呼び込むことができなかったほか、 一つのフロアに客が固定化されてしまう事案が起きたため、10ヶ月ほどで、全、フロアを同じコンセプトに転換した。その後は、利益も改善されていったという。2009年、ファンタジスタ、歌丸ョが、ステージ背景の壁画ペインティングなどを手掛けた。2011年には、西島大輔が、店舗シャッターにグラフィティアートを描いた。電波組、インクのメンバーでは、 前述した古川美林の他相沢理沙が立ち上げの頃から従業員として携わっており、後に他のメンバーも入店するようになる過程で、電波組、インクが結成され、従業員として働きながらディアステージを中心に活動していた。2014年度以降、福島に代わって加藤秀樹が萌えジャパンの代表取締役を務めている。2018年4月、 秋葉原ディアステージ名古屋店がオープン。2019年3月より、クルミザーマヒルが店長を務める。同年4月から5月にかけて、秋葉原ディアステージ改修プロジェクトとして、クラウドファンディングを実施。2020年4月新型肺炎感染拡大の影響により、様々な責任や膨大な対応を大切なタレントに追わせられる状況ではなくなるという。 会社役員判断により、クルミザー・マヒルが店長を解任。キャッチコピーは、アニソンで、世界制覇。アイドルが宇宙を救う。従業員は、ディアガールと呼ばれる、アニソン歌手やアイドルを主に目指す女性であり、ディアガール自身が、自分の好きなことをテーマに、イベントのプロデュースや、キャストも務める。また、ディアボーイと呼ばれるダンス,スタッフも常駐している。 一階がライブステージ、二階がダイニングバー、三階がカウンターバーとなっており、古川みりんは酒のメニューがかなり多く、食事やつまみもかなり充実していると思うと述べている。営業中でも常にシャッターが降りているため外から中の様子は伺えず、初めて訪れる人にとっては入りづらいという意見が多い。福島はディアステージについて分かりやすいものや、 簡単に真似できるものばかりの世の中で、ここだけはわからないという場所を作りたいとしており、そういった意味では、敷居が高い方が良いと述べている。また、規模は小さいままでも、とにかく、熱量を分散させないことが大事としており、リアステージはこれ以上規模を大きくしてはいけないとも、述べている。福島はかねてより、学園祭ビジネスと呼ばれるアイデアを考えており、 ディアステージもそのビジネスの一つであると述べている。福島曰く、学園祭ビジネスとは、一方的に何かを売ったり与えたりするのではなく、客も参加者として、全員で何かを作り上げていくような感覚で店を運営するものであるとしており、店のクオリティではなく、その到達点に至るまでのプロセスを公開することに意義があると述べている。また、学園祭ビジネスは、 若年層にとって一つの居場所として機能し始めると述べており、従業員と客、あるいは客同士でコミュニケーションが取れるような、いわば年長者にとっての銀座のクラブや街のスナックなどと類似したシステムであると述べている。ディアステージは外装、内装ともに過剰な装飾はせず、必要最低限に止めている。これは内装を豪華にすると夢から覚めてしまうほか、 到達点に至るまでのこれから感がなくなってしまうためであるとしており、装飾よりイベント自体に予算をかける方が良いと述べている。相沢理沙は開店して間もない頃は秋葉原のメイド系の店の事情に詳しい人やオタクが多かったが、電波組み、インクをきっかけにディアステージを知って来店する客が増えたと述べている。福島も同様にオタクだけではなく、 デザイナーやサブカルチャー好きのおしゃれな客が来るようになったとしている。男性客が多く、毎日のように来店する常連客が多い。また、盛り上がる歌では、おたげを打つ人もいる。収容人数は約60人。秋葉原ディアステージに勤務するアーティストのマネージメントは株式会社ディアステージが手掛けている。ただし、2016年以降、外部より、 ディアステージに移籍、所属するアーティストが増加しているため、ディアステージ所属イコール秋葉原ディアステージ在籍とは、限らない。以下、公式ホームページ記載のスタッフリストをもとに、活動中のユニットごとに記載。秋葉原モグラは、かつて株式会社、萌えジャパンが運営していた、クラブ及びバー。現在は株式会社モグラが運営を引き継いでいる。 2009年8月にディアステージが移転した後地に開店。1フロアに DJ ブースとミニバーカウンターを備えており、アニメソングやボーカロイド、ゲーム、ニコニコ動画、電波ソングといったオタクカルチャーの音楽を中心とした様々なジャンルのイベントが催されている。2015年5月29日にリニューアルオープン。キッチンとバーカウンターを備えたラウンジスペースが 地上1階に増設され、収容人数が最大150から170人程度に増えた。2019年8月27日、開店10周年を迎えるタイミングで独立、法人化を発表した。客層は20から30代が中心。2014年時点で来客数は月2000人強で、開業時と比べて2倍以上に増えた。 二千十三年十一月三日には新木場のクラブ、アゲハを貸し切って、イベント、秋ネット、秋葉原インターネット音楽祭を開催し、約二千人が来客した。なお、ナンパが禁止であり、昼夜中にとことん優しい箱作りを目指すとしている。歌声、そして青い鳥歌美、谷霊美メイドルランド、歌メイダル永遠の呪文化、上花界で裏ごシングレーン化、 ユナ・ファインド・シークレット・パッセージか、アイのエリエックスか、ノーニア・ディアステに行こう。ディアステのみんな・君の光、上花・花・カ裏ハートのリボン、桜井・玉木・テイク・トゥ・スティ・エ三月・バニラ、白六・春のため息・コットン・キャンディ、雨・波・ダメル・ブレイク・アイ・ティ・アウト、ギミック、極楽天国・進出・鬼没、ツ、ひな型・ハゴロモ・プリズム・ドライブ、リン・ネム・イ・リー・ビューソン、深見ホマレ・フォースターズ、 神崎アミナ時の旋律、一倉優彩あゆいる BEWITU、なるせえミディアーステージ、ディアステのみんなアウェイク、かぐらざかれたスコモレビがくれた、季節、森下ユニコアイスクリーム、キャンディスン歌方のつぼみ、ファクスヨータローシンクロニシティ、先行、プラネタゲート僕の気になるあの子の新曲は、少し残念だった。先鋭耳真夏の夜のバラ、ビ、パニレミゼミ、ランエンプティ、 なるみちかディアーリベンジャー、斉藤壮介フライメキスメ、綿雪真き大きいユーリーオンベスト、ザ・パーティークライマックス・ジャパン・メテオライト、小泉洋道和仕掛けのメディエンド、愛のエリ百鬼夜行、先行プラネタゲート2ビータグドアゲイン、一倉雄才ホワール・バーミリオン、深見誉れハロー、ビ谷霊美ドレスの呪縛、前川都おやすみ社ウエンの鳥、白水大太郎ピースオブケーキ、 キャンディスン絶対服誘、柏木シーナセンスオブワンダー、詩春モモセ、秋葉原モグラに関するカテゴリー。ありがとうございます。